八丈島地熱発電所は東京都八丈町にあった東京電力パワーグリッドの地熱発電所。テプコ八丈島地熱館を併設していた。2019年3月29日付で廃止。かつては風力発電設備もあり、八丈島地熱風力発電所と称した。地熱発電所は1999年3月運転開始、2019年3月、 廃止。風力発電所は2000年3月運転開始、2014年3月廃止。2種類の発電所が同じ敷地内にある日本初のケースであった。また、東京電力が持つ初めての地熱発電所であった。風力発電機で発電された電気はタワーの下部に設置されたインバータなどにより4 0 0ボルト5 0ヘルツに変換後、 変圧器で6600ボルトまで昇圧され、同じ敷地内の地熱発電所に送られた。そして、地熱発電所で発電される電気と合わせて、約12キロメートル離れた、八丈島内燃力発電所に送られた後、島内に配電されていた。運転については、両発電設備とも内燃力発電所から、遠方監視制御を行っていた。また、地熱発電所から、 周辺の温室団地へ12月から3月の間、温水を供給し温室内の暖房として利用されている。ありがとうございます。